現在洗車中です。洗車中なんですが、今日は11月6日、今の時間が朝の7時58分です。今洗車機の中にいます。これ今日はちょっと車特集ということで、先日発表された沖縄の自動車事故のベスト5交差点が発表されまして、日本損害保険協会というのか、こちらのワースト5を今日1日でちょっと回ろうかなと思います。今洗車終わりましたということで、今から行ってきます。場所に向かっております。第1位が実は2箇所あるらしくてですね、今第1位の1箇所目、宜野湾市にある旧伊佐交差点に向かっております。なぜ旧伊佐交差点かというとですね、このまままっすぐ行くとですね、伊佐交差点になります。そこに行かずにここ左に分岐します。こちら左に分岐します。多分沖縄県でこの辺り走ったことがあればほとんどの方が知ってると思うんですが、このまままっすぐ先ほどの道を行っても、58号線にぶつかって、そのまま左折、58号線にぶつかって58号線に入ることができます。でもですね、あっちの信号に、左折レーンが短いとかいろいろ理由があって、こちらの側道のような場所から58号線に入るのはほとんどの人が側道側から58号線に入るのが習慣化してます。まあもちろんまっすぐ行っても58号線に入れるので、そちらの方がしっかり信号があって安全なんですが、まあ、ほぼほぼこちらの方に入ってきます。そして今もほぼほぼ入ってきてて、かなり車が多くて渋滞しています。しばらくまっすぐに行ってきます。こちらの標識見てもらえば分かると思うんですけど、おそらく昔の形状を記憶してないのか、多分僕が来てからもうこの形状にずっとなってるのか、多分このまま右折もこの先の交差点にできたんだと思います。多分右側消してあるのでそういうことだと思います。でも今は現状、58号線に入ると左折しかできません。でもそこの左折の場所で最も事故が多いということです。そして交差点に差し掛かってきました。というか事故が多いっていうところで事故してます。今多分この米軍のポリスが来ているので、ここでまさしく事故があったようですね。なので僕渋滞しているんですね。事故が多いところに来てまさしく事故に出くわすというすごい状態になってますが、しかも車何台なのか2台かな、止まってるようです。実際にここ、まあ、こちらから来るのが58号線なんですが、そこにこちら側から入るのが今多分1台車が止まっていて、 2、3車線ある1車線が塞がれているので、多分余計入りづらくなっていると思うんですが、ここの合流地点が、まあ、合流の助走っていうんですかね、がないために全然入ることができずにですね、今回は結構今スムーズに入りましたけど、ここに入るところで事故が多いということです。多分同じように今事故があったんだと思います。はい、先ほどの伊佐交差点のところを北上しております。ちょっと右折レーンで混んでるので見づらいんですが、真ん中車線入ります。実際には先ほど通ってきたのは、その今トラックでめちゃめちゃ見えないですね、この右側のところです。ここです、見えますかね。こちらから行ったという感じです。こちらが今の伊佐交差点なんですけど、こちら側からもこっち行って普通に58号線入ることができるんですけど、ほとんど使われてない状態です。はい、ということでこれから第2位の場所へ向かいます。それでは、
所あるので、次が第3位になります。まあ、1位1箇所目はまだ紹介してませんが、第3位先に紹介します。こちら沖縄南インター交差点です。まさしくこの交差点ですが、ここから左に入ると、沖縄南インターですね、高速道路。そして、まあ、混む原因じゃないですね、事故のある原因が逆側なんですけど、北側から南に行った場合に、この沖縄南インターに入る車で右折レーンが渋滞して、それで、まあ、事故が多いっていうことですね。今の時間が9時半ぐらいなので、そこまで車の量が多くないですが、特に夕方な気がするんですけど、とても車が多くて、それで渋滞になって事故が多いということです。多分こちら側ですね。まさしく沖縄南インターを今北側から南に向かってますが、ここの右折レーンがずっと連なって、まあ、この右折レーンがないところまで右折車が詰まっているような状態が夕方よく見られます。まあ、それで、まあ、横に入ったり入られたりして事故が起きるのかなと思います。こちらが沖縄南インター交差点でした。ということで、これから南の方へ向かいます。今ここが、まあ、最北端ですね。ベスト5の最北端、あと残りは那覇市になるのかな。まあ、ほぼ那覇市、那覇近辺があと3カ所になりますので、那覇市の方へ向かいたいと思います。行列第3位到着しました。おもろ町駅前交差点です。こちらです。こちらの交差点ですね。この交差点も今の時間、10時半なんで、まあ、そんなに混んでないんですが、夕方とか朝の時間あんまりすみません、ここに来たことないんであんまり記憶がないんですが、とりあえず夕方の時間は非常に、今特にこっちからこう行くのと、多分、南側から北側に上がっていく車ですね、が非常に多くて、まあ、まあどこからも多いんですけど、でここが非常に多いらしいです。まあ、事故の事例としては、右折の時に、対向車と衝突した、で左折時の巻き込み確認、左折時の巻き込み確認はここか、あとはそっちな気がしますね。左折することが多いので、多分その2つかなと思います。あとは渋滞をしているので、まあ、よくあるお釜を掘ったっていうようなですね、後ろから追突したっていうことが多いようです。ということで、第3位のおもろ町駅前交差点でした。ということで、同率3位が2つだったので、次1位に行く前に5位に向かいます。ということで、それでは行ってきます。ちょっと寄り道でドンキホーテに行きました。ちょっとだけお買い物していきます。ということで、ちょっとドンキホーテ国際通り店さんで寄り道してきました。こちらです。今度のイベントのための激辛ペヤングを買ってきました。ということで、ただいま第5位に向かっております。先日のセミナー行く時に通った道と一緒ですね、歩いてましたが。ということで、第5位に向かいますが、ちょっと長くなったので、また次回。それでは次回お楽しみください。それではバイバイ。